じゃあ、ボランティアのオーブリン大学から来てくれた3人です。まず名前をお願いします。はい、オーブリン大学から来ました井上千佳子です。オーブリン大学から来ました小宮山優奈です。オーブリン大学から来ました榎本彩です。今日で2日間ジャパンフェスをボランティアしましたけど、感想を一言ずつお願いします。はい、英語に自信がなくて最初は不安だったんですけど、そのジャパンフェスティバルに来てくれてるお客さんとかネイティブのアメリカ人の方が優しく接してくれて、私もすごい楽しめたし、この日本の良さとアメリカの良さをすごい実感することができました。日本の良さを皆さんに分かってもらえるために必死だったんですけど、少しでも分かってもらえたらいいなと思います。自分の英語に自信はなかったんですけど、少し読み取ることができて自分の自信にもなったと思うので、これからにも生かせると思います。じゃあ、一言ずつ最後に、感想というか、なんかこう抱負ですか。今回この2日間で体験したことを自分の自信につなげて、これからも自分の持ってる日本人らしさとアメリカの文化のいいところを取り入れて、これから頑張っていきたいと思います。これからまだここに滞在できるので、もっと英語力を向上させるのと、日本のいいところも自分なりに見つけられたらいいと思います。アメリカの文化をもっと感じながら日本のいいところも伝えていって、もっと英語力を向上できたいと思います。じゃあ100人達成ということで、おめでとうございます。OK です。ありがとうございます。